よし。ジェミニーに会いに行こう。まず舞台裏。あと2箇所あるけど時間イベントらしい。え？お。座禅を組んでいる。嫌われてる。優しい。僕の方がうぜえ。あ、そうなんだ。最近悩めるジェミニさんですが、うん、さてと、ジェミニが次出てくん35分以降か。どうしよっかな。ダイアナさん見ようぜ。ダイアナさん売れ行き、さすがです。買いますですよ。ああなるほどね。ええやん。みんなやっぱ可愛いな。ゼルダ姫みたいな感じになってる。絆創膏売ってんのかな。今更だけど、あの取る時の音、なんかマリオがキノコ食った時の音に似てる。ん？なんでそんな嬉しそうなの。もういいじゃないですか。あ、ごめんなさい。なんでつま先立ちになるの。背筋をピンと張るのかと思ったの。すいませんでした。やれやれ。ちょっと出ますか。25分か。どっかいないのかな。あ、でもうろうろしてみますか。じゃあミッドタウン行ってみる。セントラルパークとかいない。お、リカがいた。罠張ってる。これ絶対ダメなやつじゃん。あ、これ自分で落ちるんじゃね。やっぱそういうことか。自業自得すぎる。これは擁護できねえ、さすがに。なるほどね。スバルさんのあれアパート、うん、いるかね。うん、お、サジータさんもいいの、怒られない。
開いてんじゃん。弱み払拭していいんすかね。ん、どの時の犬かわいい。そうか、犬苦手か。あ、やべ、遅かった。怒れちゃった。めっちゃ怒っとる。ギャフンと言わされまくっている。うん、あ、35分になった。行くか、じゃあベイエリア。公園にいるらしい。臨海公園。うん。もう加山さんだ、久しぶり。元気してた。うん。かっこいい。あーなるほどね。うん、これだ。えっ、ああ。あれ出てこなかった。ジェミーには、ジェミーはいずこ。あ。俺見るとこ間違ってた。あ、違う、これ2時35分までだ。どうしよっかな。やり直すか。いや、まあいいか、うん、までなんだ。で、あれだ、まあいいや、もう一個の方40分からなんで、までだったのか、からだと思ってた。加山さんに久々に会えたんで、よしとしましょう。え、ちょっと待って、露天風呂って書いてあるんだけど。露天風呂ってそもそもどこだい？違う。うん、露天風呂。2時40分。ちょっと探す。どこ？マジで下？露天風呂、露天風呂。ちょっと探してみますか。というわけで、見れなかった公演のイベント見に行きますか。うん。
あれ、加山さん変わらず、うん、あ、なんかでも違う気がする。うん、いや一緒だった、うん、あ、これであれだ、強さを変えるとジェミニが出るらしい。なんだ、じゃあ間に合ってたのか。真ん中でいいっぽい。あらら、あ、出た出た。強さによって出る人変わるみたいですね。かわいいなこいつは本当に。なるほどね、こういう感じになるんだ。オッケー。戻ろうとしたらなんかダイアナさんに捕まりました。うん、工場の前行ったらなんか勝手になんかイベントが発生した感じですね。うん、せっかくなんで見ますか。なんでサソリが、あ、てかエロ、足に星のマークが、うん、あ、これあれか、いじるやつか。ね、これどうしよう。直接、あー、これか。どうだいこれで。あれ終わり。かわいいなダイアナさん。なんであんなんが落ちてきたんだ。あ。さすがにまずいだろサソリは。怒ったダイアナさん、かわいい、ほんと好きこれ。おう、うん、あざ、ちょっともう少し詳しく見せてもらう必要がありますね。もう少しあのスカートを上げてもらって。まあいいや、うんうん、オッケー、よしこれでいいべ。ここか、うん、すっかり忘れてた。ん？あ、怒っちゃったのか。そうか、なるほどね、掃除中ってことか。ドキッ。これはまさかスケブラ。えっ、これだな、服を脱がないと、まあ正論なんだけど、うん、え、いいんですか。あー、エリカパターンだな。なるほどなるほど、そっか露天風呂か。さてどうしようか。支配人室、
どうもどうも。え？頭の上に。うっく。え？このドアさ、どうやって黒板消し仕掛けたのって、なるほど。言及。やべえ、笑いってたけど結構ガチなやつだ。悲しいかな。3時までかな。施設。行ってみましょうか。どうもどうも。あんまりここ来ないかな。なるほどね。確かに。難しいっすよね、その辺。露天風呂か。あれって選択肢変えたら見れるのかな、まあ、その辺はでもまあいいや。プラムさんとかあんま来ないな、そういう2周目やるときにやろうかな、そういうの。うん、うん、写真の手の大変なんかめんどくせえから撮ってねえの。まあいいや。ああ、そう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 。どっちが良かったんだろう。お、特大評価。キャフン、キャフンしてる。プラムさんいい女よ本当に。うん。猿。時間でしょう。うん。考えてみ、シンキングタイム。大丈夫だったか、ずぶ濡れになってしまったが。かわいいポーズ。おお。ええやん。攻めてみよう、うん、あ、エロい顔になった。うん、やっぱ気にしてんだな。こんぐらい、あんまりなんか強く言いすぎとまた、うん、
なんかね、強く言いすぎるとなんか嘘っぽく聞こえるっつうか。ありがとう。かわいい。何時の罪を問われれば、それは何時が女であるがゆえ。うん。いや、聞こえなかったな。それがどう考えても怪しいだろう。ああ、女性像だよ。私が作ったものだ。ニューヨークで人気の美術品でね。わあ、メデューサみてえだな。それが人気の秘密さ。よければ君も買うかい？安くしとくよ。うん。そうかい。ではこれで失礼するよ。なるほどなるほど。どうですかこれ今。ひでえなこれ。サシータさんまでやる気なしになっている。なるほど。これきついんじゃないかな。そしてジェミニがスルッと入っているっていう。3位なのか。もっと上げたいな。じゃあ一旦切りますか。